こういう生活をして本当やっぱり幸せを感じるので、気づけば自給自足の生活みたいなものって強い生活につながっているような気がしてて、田村余一と申します。1977年生まれで、まあ、この南部町というこの町で生まれました。電気ガス水道をまあ今は契約しないっていう暮らしをしておりまして、かれこれ4年ぐらいこの暮らしを続けて、まあ、日々忙しい毎日を過ごしております、はい、北海道札幌市出身の田村余一と申します。高校卒業後に東京で10年ぐらい生活をしていて、それから結婚を機に田村余一との出会いをきっかけに青森に移住してきて、今年で6年は経ったね。6年経ちましたね。になります。僕は田村大地と申します。4歳なんです。お肉やかぼちゃや白菜。お肉やかぼちゃや白菜。が好きなの、うん、食べ物ね。うんうん。あとは、誰かと一緒に、暮らすのも好きです。これは、まあ、鉄瓶なんですよね。こっちは青森県の南部地方なんですけど、その南部鉄器っていうのが結構有名で、まあ、ほとんど作ってるのは盛岡、岩手県の方なんですけど、まあ、そっちの鉄瓶を、もういらないっていうやつをいただいて、これに水入れてストーブの上にあげて、コトコトお湯沸かして、それでコーヒー飲んだり、お茶飲んだりっていうのをもうかれこれ6、7年、はい、ずっと使い続けて、ますね。すごい多目的に使えるんですけど、まず暖房にもなって、で上に鍋なんかを置くとそこで調理もできて、でうちの場合はそのストーブの裏にもう食器も乾かせるようなステンレスのメッシュな棚もちょっと置いてるので、乾燥もストーブの周りでできて、塩も自分たちで作るので、海水を汲んできたらもうストーブの上に大きな鍋にドボドボっと海水入れて煮詰めてお塩を作るっていう、そういうなんかいろんな使い道ができますね。はい、薪ストーブは。まあ木材ですね。木ですね。はい、木を燃やしておりますね。うちは、まあ家自体を廃材で建てたのもあって、結構その廃材を気づけば結構入手できたり、建築材にも使うのは使うんですけど、ちょっと建築材に回すにはちょっと傷みが激しいなっていうのはもう薪にしてっていう風に。これはスマホとパソコンです。はい。情報の入手がもう本当に素早くできるっていうのと、友達なんかに連絡取りたい時に、これもまたすごくローコストにポポンとこうできるので、それがすごく重宝してますね。調べ物するときに、こうインターネットで検索したりするので、収穫した野菜とかの加工方法とか、まあ、やってみたい調味料の材料とかレシピとか、そういうのを検索することが多いです。こういう時はどういうふうにこう建築を収めたら綺麗にいくのかなとか、暮らしでなんかちょっと知識が欲しくなった時にすごい利用しています。そういうものを否定はしてないので、うちらもそういう。なのでバランスなんですけど、これは便利だなっていうものに関してはうちらもそんなにこう肩肘張らずに、はい、取り入れてます。調味料で塩麹です。まあ、調味料もそんなできる限り手作りしたり自給できるものを使ってるんですけど、塩麹はですね、塩分がちょっと高めなのもあって、1年常温で置いていても悪くならないんですね。他の悪くなりやすい食材とかを混ぜて一緒に置いておくことで、まあ、食卓のアレンジも効くし、さらに保存食になるっていうので使ってます。これは柚子の種を日本酒に漬けてあるんですけど、これを冬場は化粧水として使ってます。その柚子の種にペクチンっていう成分が豊富で、日本酒でもいいし普通にお水でもいいんですけど、つけておくとなんかこうちょっととろみがこう出て保湿力を上げてくれるので、好きなスキンケアとして使ってます。こちらは黄色い方がポップコーンで、手前のこれが干し柿ですね。これはなんか爆裂種って言って、乾燥させて破裂させることで食べられるようになるっていう
店主のものです。これは干し柿です。はい、うちはあまり砂糖とかも使わないように暮らしてるので、やっぱりこれは甘みとしてはもう極上なのでこの冬に味わえる。皮はもう捨てずにうちの嫁さんが干し網で干してますね。はい、皮とはいえ甘みがしっかり入ってるので、本当にお砂糖の代わりにお料理に入れたりしてますかね、うちの嫁さんは。まあ、20代の頃にまずいろんな仕事をしてみて、そこで働いているうちに、働くって何のために働いてるんだろうっていうのを、まあ、自分にも先輩方にもちょっと聞いてみたときに、結構その生活のためにやっぱり働くんですけど、その生活自体を自分で作ることができたら、そんなにこう闇雲に働く必要がなくなるんじゃないかと思いまして、うちのまあ実家がまあここの周辺にあるんですけど、そこでどうやら余してる土地があるっていうことを知って、あ、じゃあそこでちょっとまず練習してみようかなと思って、建築廃材を集めて、廃材を使えばお家作るのも別に失敗しても元手がタダだしっていうので、そのあたりから始めて、これは僕の母親が本当趣味でやってる、まあ、ニット編みですね。これもみんなセーターもそうでうちの母親がニットで編み物するっていうのがすごい趣味で、しばらくやめてたんですけど、うちの母親も。でも、ある時実家の物整理したら、僕が小さい頃に着てた、セーターが出てきて、もう今となっては着れないんですけど、そのサイズだと。だけど、この糸は使えるよねっていうので、全部その毛糸をほどいていって、で、その毛糸を利用して帽子を作ってくれたっていうのが始まりで、もう本当に母親の多分、形見になるかなとは思ってますね。自家採取した種取りをした野菜の種、これはまた今年の春以降に畑に撒くように取ってあるものです。野菜によって本当にどういうタイミングで種がつくっていうのが違って、豆類だったらその食べる状態のものをそのまま種にもできるんですけど、ナスとかズッキーニとかは食べるものからは未熟なものしか取れないので、だから食用プラスその種取り用っていうので常にまあ多めに作るようにはしてますね。未使用とか不要な封筒を取っておいて、こういうのに中身がわからなくならないように小分けにしておいて、木箱に今ストックして、まあ、ネズミとか虫とかに食べられないようにして保存してます。やることが結構毎日目まぐるしくあって、それこそ手を止めればなんかこう精神に直結するものも止まってしまうからスローライフのスローっていう部分はあまりないですないな。忙しいといえば忙しい。あ、おしっこ。ああ、おしっこ。あ、おしっこ、はい、おしっこどうぞ。それあ、投げるそこを丸なんですあ、蓋もできましたね。あ、これはい、子供のおまるです。おまるか、まあ、外に、まあ、自ら走ってタッチションしたりする感じです。トイレはうちの場合はもう外に置いてまして、で雨風しのげて、あとはプライバシーがしっかり守られるような小さな小屋みたいなものの中に、もうコンポストトイレっていうんですけど、うんちをなんか水で流したりどこかに捨てるのではなくて、それをまた堆肥化させて、まあ、畑やらこの敷地内のね樹木とかなんかそういうものに還元できるようにする、まあ、トイレを作ってやってます。トイレットペーパーに代わるものなんですけど、まあ、冬以外だとうちの場合は春だとフキノトウとか、夏秋ぐらいだとそのキウイの葉っぱが吹き心地が良くてでいっぱい葉っぱを出してくれるので、まあ、ほとんど年間の半分ぐらいはキウイの葉っぱのお世話になってるんですけど、なるべく自然のものでっていう風にしてます。車で15分ぐらいかけて温泉に通ってます。週に1回です。温泉が結構各地にあって、この近所でも、まあ、数箇所あるので温泉には困らないですね。銭湯じゃなくて温泉だから本当、贅沢だなと思います
僕らも、この生活をしてて、まあ、もちろんやることいっぱいあって大変な部分っていうのもあるんですけど、それ以上に、こういう生活をして本当、やっぱり幸せを感じるので、それまで人に頼ってて楽だったっていうのはもちろんあるんですけど、そこにやっぱりお金も使ってましたし、物を作る喜びみたいなものをやっぱり知らなかったので、一つ一つ物を作っていくっていう、またその喜びみたいなものもできれば、皆さんにも感じてほしいなっていうのもありますし、気づけば自給自足の生活みたいなものって強い生活につながっているような気がしてて、社会的に物価が上がったとか、何か災害があって、インフラがストップしてしまったっていう時でも、そこからダメージを受けないので、普通の生活がそのまままた続けられるっていうのもあって、そこは本当に皆さんにお勧めしたいなとは、なんか思ってます。はい。こういう時代だからこそ、生き抜ける知恵がいっぱい詰まってると思うので、うん。暮らしの知恵みたいなものは、やっぱりどこで生きていっても、役立てるものなので。でもまあ本当にね、彼自身が別にこの生活を学ぶぞっていう感じではもちろん生きてはなくて、ただこういう環境で成長することで、きっと、ああ、こういう時、うちではこうやって乗り切ってたな、みたいなのが、そういうのをこう一緒にこう暮らしながら、こう、彼自身に伝えれたらなというか、伝えれたらというか、本当に自然に染み込んでいったらいいのかなとは思ってます。はい。